ここら辺にいたはずなんだけどな。お、このいかにもオープンワールド的なゲーム画面。今回からレジェンズアルセウスの実況を始めていくってわけだな。あ、マリサイタの。ところで今は何をしてるんだ？うん、今ピカチュウを探してるところなんだけどね。なかなか見つからないんだよ。まあ、ピカチュウ系統はどの世代でもレア枠として出てることが多いからな。どうした？なんか食らったんだけど。邪魔にロバーカ。この、私に不意打ちを仕掛けてくるとはいい度胸だなお前。こんにちは。てか何よ今の、このゲームポケモンがダイレクトアタック仕掛けてくるの。お前どっから出てきた。俺は会いたい目に会いたくなかったらおとなしく捕まってください。脅したいのか頼みたいのかどっちなんだよ。よし、これでとりあえずピカさんは捕獲と。ところでなんでピチュウを探してたの？単純にまだ捕まえてなかったのもあるけど、今回は久しぶりにピカさんをタビパで使おうと思ってね。へぇ、ダイパリメイクの時にもライチュウをタビパに入れてたが、今回はピカチュウのままでってことか？うん、そうだよ。いやぁ、お前さんと旅するのは久しぶりやな。しかしまたどうして急にピカチュウを使おうって思ったの？ふふ。では、その理由をお見せしよう。お、これは、今作の進化シーンだよ。いや、エフェクトかっこよすぎでしょ。個人的に歴代1まであるわ。そんなことよりこの後注目。え、ちょっと待て今ピカチュウの声が。そう、今作はなんと、ピカチュウの鳴き声が第5世代以前のものに戻っているのだ。ま、マジか。今作もいつも通り大谷育恵さんのボイスかと思ったら。いやぁ、地声で喋れるってやっぱええな。あの声結構疲れるんやで。え、あの声裏声だったの？個人的にこの頃のピカチュウの鳴き声がめっちゃ好きなのもあって、ストーリーでこの鳴き声を聞いた瞬間絶対今回の旅パに入れようって思ってたんだ。まあ、ご賛成からしたら嬉しいファンサービスだよな。とはいえ剣盾から始めた人とかは驚くでしょうね。ということで今作はピカさんと一緒にこの翡翠の地を駆け抜けていきたいと思います。ほな、行くで。ついにここまで来たね。いや思った以上に長い旅やったな。いやその旅全カットされてるんですが、一応旅のシーンは全部撮ってはいるんだけど、あまりにも長すぎたためクライマックスまでカットしちゃいました。実況者のクズ。しかし今作はなかなかの歯ごたえだったよ。特にウェンディ戦は危うく積みかけたからね。お前アクションゲームとか全然しないからな。まあこうなることは予想してたのぜ。あ、でもみんなが苦戦したマルマインは一発クリアしたよ。へぇ、ツイッター見る感じではマルマインが最強って言ってる人が多い印象だけど、個人的に沈め戦はウェンディとオラボスの2強だと思ってるよ。まあ、そこら辺は人によって得意不得意があるから、一概に誰が最強かってのは決めづらいのかもな。うお、地震は勘弁してもろて。あんた電気タイプだから効果は抜群だものね。てかなんか見るからにヤバそうな感じになってるんですけど。一体何が始まるってんだ。お前は、タッチーパルキア。二つ目ダサすぎやろ。てか、このままじゃパルキアの力で世界が。うむむ。しかしこちらにも対抗策がある。これはまさか、赤い鎖？そう、これさえあればパルキアの力を封じ込めることができる。へぇ、未来では悪用されてた道具を主人公が使うってのはなんだか感慨深いものがあるな。おぉ、パルキアの力が弱まったで。さあ、ここからが本番だよ。いや BGM 最高すぎない？ちなみにウプ主によると今回のディアパル戦のアレンジ、個人的には歴代最高だと思ってるらしいで。とりあえずまずは大剣気でパルキアを弱らせていくよ。お、この大剣気、なんだか微妙に姿が違うような。そう、今作の御三家には今までの姿とは違う普通の姿というものが与えられていて、大剣気も通常の姿よりトゲトゲして悪そうな感じになってるんだよね。実際タイプも悪タイプが追加されてるにゃっけ。そして専用技として新たに剣、J 波という技も手に入れたんだけど、技の追加効果的に今は打てそうにないね。なになに、ばらまかれた破片によって相手に数回ダメージを与える。つまり渦潮や炎の渦みたいな継続ダメージを与える技ってことか。確かに捕獲戦には不向きな技ね。ただこの破片っていうのが今回のアルセウスから初登場した状態以上だから、次の世代でどんな感じで扱われるかによって今後の立場が決まりそうな感じかな。とかなんとか言ってるうちにいつの間にか大剣気が死にかけてるんですがそれは。まあ、ぶっちゃけ今はパルキアを捕まえられればそれでいいからね。これはポケモントレーナーのクズ。お、なんだこのよくわからん演出は？これは今作の目玉システムの一つ、回転技。レベルが上がったり、特定のアイテムを使うと、覚えてる技を行動重視の早技、もしくは威力重視の力技として繰り出すことができるんだ。今回はパルキアの HP 調整も兼ねて早技で使用したよ。ダメージ量見た感じ別に普通に打っても死んでなかったと思うけどな。とりあえずあとはドライトスで眠らせて。発射！
よし、アルチアを無事に捕獲完了。それじゃ帰ってテレビでも見るか。この時代にテレビなんてないと思うんだけど。まあ、もちろんこれで終わるはずがないんですよね。おいおい、またこのパターンかいな。さっきはパルキアが出てきた。ということは。やっぱり、タッチーディアルガさんじゃないか。その二つがどうにかならんのか。ねえ、これってだいぶまずいんじゃないの。ああ、赤い鎖はパルキアの力を封じ込めた後そのまま壊れてたし。どうすんだ？もちろん決まってるじゃないか。ディアルガも捕まえるんだよ。は。赤い鎖もなしにどうやって。手始めに歴史改変するのやめろ。大丈夫、こっちにはタッチーパルキアさんもついてる。戦力はオブと言っても過言ではない。そいつ絶対化してんだよな。ほら、タッチーパルキアさん召喚。ああ、どうなっても知らないわよ。で、なんだ。う、眩しかった。さながらポケモンショックのように。いや、どう考えてもそれどころやないやろ。ああ、立派な宮殿がコッパみじんだぜ。てか、タッチーパルキアさん、私たちを守ってくれたのか。さっきの爆発を食らってもピンピンしとるとは。さすがは空間の神やな。てか、なんかディアルガが謎のバリアに包まれてない。タッチーパルキアさんも攻撃するけど。な、なんだ、ディアルガの姿が。な、何これ。これまた気色の悪い。これはさすがのリリアもこれにはドン引きか。いよいよ最終決戦だね。おそらくさっきよりも厳しい戦いになると思うが。ま、Y の力、ここで見せたるで。で、あれ、私が戦う感じなの。まさかのキング戦と同じ仕様か。これは苦戦しそうだな。てか、ディアルガさん瞬間移動してきたんだけど、あんなの避けようがないじゃん。てなになに、今度は床がっかり出したんだけど。なるほど、流星攻撃か。だがこれは走り回ってれば当たることはないだろうな。とりあえずまずは迂闊に攻め組む様子を見てみるか。あの、わしの出番は？今回はもうないよ。ほう、カチューさん、最終決戦を前に無事死亡。時の神がなんだ、お前も絶対捕まえて。というわけでね、再挑戦していきますよ。今度は大丈夫なんだろうな。うん、ぶっちゃけディアルガさん初見殺しの技が多いだけで大して強くないよ。あ、それ言っちゃう？特にこの流星攻撃の時なんて引きがありすぎて弾が投げ放題だよ。まあ私今日投げのやり方知らなかったから全然殴れてないんすけどね。ゲーム終盤まで操作覚えれてないってマジ？というか、完クリするまで今日投げの概念すら知らなかったわ。お前、よくそれで全クリできたな。さて、次は衝撃波が、間違えて鉄砲攻撃しちゃった。ダメそうな予感しかしない。うん、この手の衝撃波、ドレディア戦の時も思ったんだけど避けづらいんだよな。へぇ、それってもしかして翡翠の姿の？うん、ちなみにこんな姿をしているよ。何この絶妙な、これじゃない感。おっと、ディアルガさんの体力が4分の1削れて行動パターンが変わったね。今度は流星群か。さっきの隙だらけの攻撃とは違って、これは弾を投げる隙がないな。まあ、当てようと思えば当てれると思うけどね。今度は斜めから。どうやらこの流星群、今いる座標に向かって一直線に撃ってるっぽいわね。しかし連続攻撃の後には隙が生まれるのはボスのお決まり。この隙にどんどん弾を投げてた。おい、油断してるとまたやられちまうぞ。ぬぬぬ、急な衝撃波はコント勘弁していただきたい。しかしこの衝撃波の後もまた弾投げチャンス。削れるうちにどんどん体力を削っていくよ。ポケモンと戦わせないと全然削れないと思ってたが、意外とそんなことはないんだな。ぶっちゃけキング戦はポケモンなしでも全然戦えるからね。もしかしてこの世界の主人公、ポケモンより強い？アルゼウスとも戦えてるし、それはワンチャンある。さてと、気づけばディアルガさんの体力ももう半分を切ってるね。しかも今は流星攻撃の最中だから弾も投げ放題。ここで一気に詰めていくよ。でも、次は衝撃波が来るわよ。ホラー3度目も正直なんだよな。さすがに3回目ともなれば避けれるか。ふふ、アクションゲームの経験がカービィしかなくてもやればできるんですよ。さあ、戦いも終盤。ディアルガさん、覚悟の準備をしておいてください。裁判でも起こすんか？よし、このためモーションは攻撃チャンス。そして、ついにディアルガとの最終決戦だ。おお、ディアルガとパルキアの対面。てか、このディアルガ、パルキアと比べてこんなにでかかったのか。ここは最大打点の力技第一の波動だ。よし、いいダメージ。しかしディアルガの反撃が来るぞ。たった一撃でパルキアを。よくやったタクシーパルキアさん、あとは大剣気に任せてくれ。さあ、ここで決めるよ大剣気。お、これはついに。さあ、
チェン、ええなみ。おらー、だよくじゃあ。なんかつまんねえなぁ。おぉ、リアルガがよろめいてる。リリア、捕まえるなら今しかないわよ。よし、一見なんかよくわからんボール。よくわからんのはお前が入手シーンをカットしたからなんだよなぁ。どうだ？よっしゃー、これで無事捕獲ってわけか。おお、空も晴れていくわ。これ見てハッピーエンドってね。はい、というわけで今回の実況はいかがだったでしょうか。いやー、今作は今までのポケモンとは一味違ったわね。うん、ポケモンたちの動きやストーリーなんかは特に個人的には刺さった作品だったよ。ところでアルセウスが発売して2週間ぐらいになるんだが、なんでこんなに投稿が遅れたんだ。それは本当に申し訳ないと思ってます。レジェンズアルセウスが楽しすぎて。次回は裏ストーリーを進めるんだっけ。そうだね、とりあえず図鑑完成までは進めようかと。次回以降はなるべく早く投稿するぜ。それじゃあ、今回はこの辺にしましょうか。だな、それじゃあ、ご視聴、ありがとうございました。次回もお楽しみに。